ジャズかしよう。あの久しぶりにね歌いたいなって思ったんです。でも最近よし今日は歌おうって思っあーダメですね、ちょっと口が回りません。って思ってもなんかお話で1時間経っちゃうんですよ。最近の配信だからちょっぴっとカラオケしようかなって感じで、これはみゆみゆさんからリバイバル公演初日の時にいただいたゼリー、喉を潤してます。お肌綺麗になるかな。冷やしてなかった、常温冷やすと一層美味しくお飲みいただけますって書いてあるけど、冷やさなくてもいいやつよ。それでは早速何にしますか。ちょっと待って、ずっと座りっぱだったんだ。ちょっと待って、よいしょ、足はしびれてないです、ビーズクッションなので。こんばんは。はっ、ラスベガスねえ、こないだ歌ったばっかり、ラスベガス暗闇求む、さっき歌ったでしょ、アカペラで、しかもすごい適当に歌っ、そうだったそうだったそうだった、ラスベガスにしなきゃいけないよね。みんな何も言わないで、何も言わないで、知らない人は楽しめないから、ちゃんネタバラシしないで、言わないで。上手に歌える気はしない。いくよ。退屈してないのはなぜなんだ。
お家でね、お家でテレビの前とかテレビの反射で練習するときは、下の子、ワンちゃんのさ、飼ってるさ、ワンちゃんの下の子をクマさんのぬいぐるみ代わりにやってる。いや。いい子に一緒に踊ってくれる。めっちゃいい子だよ。暴れない。抱っこしてる時はマジでぬいぐるみですかってくらいおとなしいから。
楽しい楽しい。へ。なんかさ、ポキのさ、盛り上がるプレイリストあるよね。なんかいつもこの曲、盛り上がる系の曲はこの曲歌ってんなみたいな。あ、ちょっと待ってください。すぐバンドエイド言わない。違う違う。ねえ、違う。みんなしてすってほら。やめなさい。やめてください。解禁は6月の誕生日。誕生日です。誕生日まで待ってください。
ありがとうございました。みんな寝れなくなさせてる今、みんなを寝れないあのアドレナリンを出させてるみんなおやすみとか言ってバイバイとか言ってまだ火曜日なのに。みんなちょっと早く起きなきゃいけない人とか早く寝なきゃいけない人はもう寝てくださいダメだよ、こんなとこにいたらダメ早く寝た方がいいよ。めっちゃ久しぶりなんだけどカラオケ、何日ぶりなんだろう。ゆうさ、手記日歌いたいんだけどさ、全然高すぎて声出ないしマジで無理なんだよね、歌いたいのに。だって言っちゃったらもう帰ってこないかもしれないよね、あとちょっと一緒にいようってやつ知ってる。はあ、あ、知ってる人いたそうそう、初見日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 なんてこんなに興味ない、イコラブさんのやつ。待って、いや自信ないよ、二人乗りのフルは練習させて。それは二人乗りとさ、ラブ修行とさ、あのあれよ、第2部の曲たちはワンハーフだからいつも歌ってんの。練習させて、ほらみんな暗闇求むとかさ、練習してからね、楽しみにしててよ初日が明日に見えて、え明日だってってこと嫌いなのかもしれないわ、カラオケにないの。でもね、なんかあのプライベートでカラオケ行った時に、あの入ってるのを見つけて初めて、え入ってんのって思って歌った。ちょっとこれにするよ、ゆう。ちょっと待って、ちょっと面倒な気がしてた、聞かれることだけ黙ってうなずいた。いい人だとは分かったけど、まるでタイプじゃなかったからよ、仲良くならないつもりだったのに。
変なあのポキ系な感じのセリフにならなくてよかったなと思います。私いつもふざけるからね、ここふざけてるよいつも待って、いや初日歌えんのかな。そう、あのいつもあなたのことが好きみたいとか言っちゃってるんですけど、今日はあのそういうふざけモードに入らなかったね、ちゃんとセリフ忘れずに言えたよね、よしです。ゆうさ、初日って元気で歌えるっけ？ってみんなに聞いても多分知らないけど、元気？私いつも一個下げてたんだよな最初。待って、本気で下手。歌えんのかな、下手だったら嫌だな。ちょっと待って、初日ってことや、なんか言うはこういう気分だと思う。なんか今日はこんな感じ、今日の気分いきます。
肺がやられた。一音違うんだよな。待って、悔しいな。くそー。練習不足。なんか違うんだよね。え、なんか違うんだよ。え、知ってる？ちょっと肌をきれいにします。これでなんかワントーンくらい、ワントーンくらい肌が明るくなったかもしれない。ねえ、もう男女読もうかな。ちょっとね、どうしたらいいのよ。ちょっとなんか初日で終わったらいい感じじゃない？どうする？シソシナ歌う？シソシナで終わる。何？うん。何があったっけ？シソシナ最近歌ったっけ？ちょっと覚えてないな。歌える曲ないよね。マジでさ、みどもり左右めっちゃ下手なんだよね。みどもりはだから明日ね。その締めじゃない時に歌わせて。だからさ、リバイバルの第2部の曲明日歌うとは言ってないんだよ。なのに勝手にみんながさ、ちょっと練習させてって言ったんだよ。
ねえ、むずい、どうすんの、ほんとに。すごい髪。無理、ちょっと決めらんない、今日はもうやめる無理、本当に無理。耳なんかダメ、決められない決めらんないよ誰か どうしたらいいんだろう。じゃあもうちょっと待って待って待って、困った困った、困ったから国家にした、困ったから。最後の友
ありがとうございました。それでは題状を読みます。13位マシュマロさん、ありがとうございます。12位リオさん、ありがとうございます。11位突破Qさん、ありがとうございます。10位アベベポキさん、ありがとうございます。9位カズさん、ありがとうございます。8位つくねさん、ありがとうございます。7位新潟カズさん、ありがとうございます。6位ビールバラさん、ありがとうございます。5位ゆうきさん、ありがとうございます。4位いちたさん、ありがとうございます。3位片山さん、ありがとうございます。2位まこいもさん、ありがとうございます。1位ぶっちゃさん、ありがとうございます。今回もたくさんコメントギフトありがとうございました。全部読めなくてごめんね。今日も一日お疲れ様でした。明日も頑張ろう。バイバイ、おやすみ、ごきげんよう。